アニメフェスタは俺たちの出演作などが見放題。プレミアム版も何話見てもいいって。一気の量も二気の量も見放題。それめっちゃそそるな。9日ならお休み取ってもらって大丈夫ですよ。展示会は私一人でも対応できますから。みどりちゃん、ありがとう。それじゃあよろしくね。はい。あ、でも泉くんとの約束あるんで、終わったらそちらに向かいますね。うん、わかった。それじゃあ。大丈夫なのか。できれば来てほしいけど。大丈夫、行くよ。消防大会、私ソーマの彼女だからね。頑張るところ見たいの。彼女だし、しっかり応援しなきゃ。りょう。ソーマ、聞いてよ、りょうちゃん。水野のやつ、彼女にいいとこ見せるって朝からさ。おい、アップからマジで走り込んで競技前に体力消耗したって話はしてもいい？ちょ、それも言ってますって。まもなく陸上の部を開始します。時間か。水野借りてくね。じゃあまた後でな。あ、うん。せっかく応援に来たのにちゃんと言えなかった。次、桜ヶ丘消防隊。行け、水野。すごい、あっという間に。先着、桜ヶ丘消防隊。でも、そうよね。だって、そのために毎日私が応援しなくたって。結局3位か。泉くん。みどりちゃん、来てくれたんだ。うん、最後のしか見れなかったけど、かっこよかったよ。ん？レイ、なんで？いや、渡辺さんからここにいるって聞いたから。だから行かないって。一度でいい。必ずお前を振り向かせる。なあ、それ。俺らもさっきチケットいただいたんで、みんなで行きましょうか。え、大会の打ち上げしたいよな。いいっすね、みんなで行きましょう。いいわね、行きましょう。行こう行こう。あとはお前次第だ。あれ、すげえ嬉しかった。あれって？寮の応援。聞こえてたんだ。本当は始まる前に言おうと思ってたの。後悔してたんだけど、でもちゃんと聞こえてたならよかった。かっこよかったよ。もう一回言って。な、何を？かっこよかったってやつ、もう一回。聞こえてんじゃない。言わないと後悔するかも。かっこよかった。もう一回。言わない。じゃあ、こんな風にこれからもソーマのこと一番近くで応援したいな。この恋の熱でお前を満たす。逃げんなよ。せっかく8年ぶりに会ったのに。アニメ指先から本気の熱情2、恋人は消防士、ブルーレイ &DVD が発売決定のせいだ。なるほど、今こんなデザインも流行ってるんだな。市場調査、一緒に来ね。から始まる時に溢れる行動に満たしてやる。誰にも触らせ